日本鹿児島県薩摩仙台市入樹町、添田入来町添田は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩郡入樹郷福田村、薩摩郡入樹村大技、添田、薩摩郡入樹町大技添田。郵便番号は895-1401。人口は2722人、世帯数は1242世帯。薩摩仙台市のほぼ中央部に所在し、川内川、 水系慶氷川上流域に位置する。旧入木町の北半分を占めている。浅生駅の北方に、薩摩町、久富木、山崎、南方に、入木町浦野宮東方に、手道院町飯田西方に、氷河町等の原、九十町、中村町がそれぞれ接している。浅生駅の中央を南北に、国道328号及び西部を、鹿児島県道346号、 山田入来線が通っており、地域の北部を東西に、鹿児島県道333号、川内県道院線が通っている。阿佐駅の中央部に、薩摩仙大市立添田小学校が、南部には、鹿児島県立川薩清州間高等学校が、所在している。1987年に、宮野城線が廃止されるまで地域内には、江力駅が所在していた。現在は、 鉄道記念公園として整備されている。添田という地名は、鎌倉木より見え、薩摩国入ラインのうちであった。中世の添田は、現在の地域の北部に限られた地名で、現在の地域の南部は、清色村に属していたと考えられる。江戸期には、薩摩国薩摩郡入り木里のうちであり、村高は、県地町では687国余り。 天保豪朝では2475国余り、休校給料では1782国余りであった。江戸中期には、白須大地の開墾が著しく、周辺に新町と呼ばれる集落が形成された。1889年には、町村制が施行され、入木座との区域より入木村が成立し、江戸期の繁盛村である福田村は、入木村の大技、添田となった。 1926年には温泉地区に入力木駅が設置され、入力木温泉は当時客などで賑わったが後に、宮野城線は特定地方交通線第二次廃止対象路線に指定され1987年に廃止された。1948年に入力木村が調整施行し入力木町の大技となった。2004年に入木町が川内市東郷町、 日脇町、稽道院町、里村、上古敷村、下古敷村、鹿島村と共に新設合併し、薩摩仙台市の大技、入木町、添田となった。鹿児島県立川薩青州館、高等学校薩摩仙台市立添田小学校入木、郵便局公共教育郵便局、金融自社市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道県道、 ありがとうございます。